やらなきゃいけなかったんですけど、うん、雰囲気を作るのはやっぱ主役と監督なんだなっていうふうに勉強になりました。初めての主役はどうですか？いやもう正直何もかもがもう余裕ないみたいな感じでしたね。裏もやりながら主役もやりながら、でもやっぱり立ち上げたからそのワクワクが毎日あって、これがその作り上げられている過程を全部私が見てるっていうのが不思議で面白くて、でもやっぱりいろんな方が関わってるからには面白いいい作品にしたいっていうのがあったから責任感もありましたけど、もうこのみなみちゃんがすごい面白いキャラクターなので、彼女と西川さんを中心に皆さんに自分の体を預けてやってた感じですね。はい、だから、うん、どうでした、なんかやってみて監督を、あ、太陽がしょっぱい、はい、自主制作が久しぶりというか、うんうん、確かにね、なので、はい、なんだろうな、結構やっぱその準備とかもバタバタの中やっていくっていうことの大変さはやっぱり、まあでもそこはやっぱこう先輩方がスタッフ の、うんうん、あの皆様がまたがやっぱりいろいろやってくださったので、うん、すごいそこありがたかったなっていうのはあるかな。うん、そうですね、あとはそうね、重松さんで言うと、うん、やっぱ今回メイク結構大変だったなっていうのはね。ああ、うん、そうですね、あの特殊メイクまではいかないんだけど、うん、ちょっと 目を細工してるんですね。それを、いやそれ結構すごい話だと思う。これでもなんかさらっとこう言ってるけど、あ、本当ですか？この目を、うん、あのだから奥舞台じゃん、はい、そうです、それをこう一重にするっていうメイクで無理やり、うん、そうですね、だからこれ、まあ、ほぼ特殊メイクに近い、うん、そうですね、セルフ特殊メイク、そう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 、あのインの3週間前ぐらいから自分でそのノリをこの二重の幅に貼って皮膚をかぶせるんですけど、その操作を家で毎日練習して、うん、ロケハンの時にちょっと写真撮ったりもしたから、うん、それまでに完璧に自分でできるようにしなきゃとかあって頑張って練習して、で本番の時はもう、ま、もう自分で10分ぐらいあれば両目できるようになって、うんうんうん、でできない日もあったから、それを花江さんと一緒に協力してやったりとかしてましたけど、うんうん、確かに自分のフェースじゃない状況で出るの初めてだったので少し面白かったけど大変でもありました。そうだよね、なんか、うんうん、あんまなんかなんだろう、あんまり触れてないけどこの話、いや、ね、結構今思うと、うん、大胆なことやってんじゃないかっていう。そうですね、意外に突飛なことしてるわ。うん、だから劇中でその映画を見た方と、うん、実際の重松さんをその後舞台挨拶とかで、うん、例えば、まあ、見かけた時に、あ、なんか顔の雰囲気違うなってやっぱ皆さん思うと思うし、 あれ本当にしたのかなみたいな、もう設計を、そういうことか。っていう風に思われるんじゃないかなっていう、作品に感化されてやっちゃったか、逆です逆ですみたいな、うん、劇中のホームショーいじってますっていう、ね、そうですよね、うん、なんか不思議な作り方をしたな。そうそう、ちょっとそこは面白いところなんで、ぜひなんか見ていただけるといいのかなっていうね、はい、気にしてくれると、うん、お願いします、頑張ったので。で、うん、あのやっぱりカメラのカメラ位置とかによってどうしてもその皮膚の元のところ二重幅が見えちゃうとかもあったので、その角度とかをね、西川さんにそうね、かなりアドバイスもらいました。でそのなんだろう、出来栄えもぜひチェックしてください、うん、お願いします。お願いします。でこっからはちょっとなんかあれですね、お互いこの際なんで、なんかあまり質問をし合うなんてことはないから、うん、なんか質問し合ってみたのもいいかなと思うんですけど、うん、私からじゃあちょっと西川さんに聞いてみたいことがあって、はい、結構何作か最近すごくお忙しく撮られてるんですけど、西川さんの演出ってすごい自然だけど言うことを結構バチって言ってくれる感じなんですね。だからその演出をするときにこだわってることとかってあります？あんまり、うん、その感情の話とかはしないようにしているっていうのはあるかもしれない、あえて、うん、どっちかっていうとその段取りの中でこういう動き方でこういう風に段取りやってくれたらその感情が自然と出るように作るっていうのはなんかこう意識してて、うんうん、だからそのなんかここでちょっともっと怒ってくださいとか、うん、もっとない、なんだろう、悲しくなってくださいとか、なんかそういうことを言うのはなんかこう乱暴な気がしているというか、うん、あ、でもなかったですね、感情の、そうそうそう、確かに、だからこういう動きの設計でこういう風にやれば、うん、まあ、あとはその理解を先に本読みとか脚本読解の段階で役者ができていれば自然とそうなる風に作るっていうか、うん、ああ、
そういう感覚はあるかな。今思い出してたんですけど、うん、お寺でその金野美穂さん演じる陽子と並んだりちょっと動いたりしながらお芝居をするところがあって、最初にこうやって動いてセリフを言ってくださいっていう感じで形をまず作ってもらったのことを覚えていて、そうすると確かにその体が動くことって心も変わっていくんですよね。だからその作り方がちょっと舞台の演出家さんに似てるのかなって思ったりとかもして。なるほど、はい。だから舞台演出家っていうのはそういう感じでやるの？やったことがないから。方にもよると思うんですけど、うんうん、あの私がよく見に行く有名な方の演出はそうだというふうにインタビューで見たりとかもしてたので。なるほど、はい、型をまず作ってくださる方だなっていう。うん、あ、ダジャレじゃないですよ。型を作ってくださる方だなとはい、と思いました。今回はそのいきなりお話をしてしまったじゃないですか、企画を。こういう私が主役で映画を撮りたいですってお話で、うん、西川さんのところにお話が行ったんですけど、そういうなんだ企画を自分からこう動かしていくとか、あるいは途中から参加していくとか、その企画を動かす時のなんか自分の流れとかって今までどういう感じなんですか？太陽がしょっぱいと、うん、その前にやった学生の時に撮った向こうの家っていうやつは、うん、基本的にはまあその自分発信というか、まあ、もちろんその新本さんとの出会いがあってこそだけど、うん、内容自体はまあ自分発信で作る、うん、そうです。でその時は、まあ、もちろんその時思ってることとか、今回だったらまあ整形っていうのはどういうものなんだろうかっていう、でまあ、いろいろ調べて、で自分の中でももちろん整形したいなって思うこととかもあったりするし、うんうん、そういったコンプレックスみたいなのも当然あるから、うん、そういうことと混ぜながらいろんなことを考える、うん、まあ、向こうの絵も同じようなことやっぱちょっと考えてたりとか、自分のなんだろう感情とプラス社会的な状況とかそういうことも考えながら企画っていうのは作っていくことが多いのかなっていう、うん、あ、じゃあそのご自身の、うん、なんだろう環境とか状況をなんだろうフィクションと融合させるっていうのが結構多い、ここが基本的には多い、うん、まあ、あとプラスの社会問題みたいなのはちょっと考えつつ、ね、うん、今公開されている美醜も見させていただいたんですけど、 ありがとうございます。すごくリアルにキャラクターを描かれつつも、うん、なんだろう絵とかが出てくるじゃないですか、イラストが動いたりとか、その夢なのか現実なのか、その狭間が途中で挟まってきたりするところが西川さんっぽいなっていうところがあって、なんか心地がいいんですよね、すごく。なんか雲を触ってる感じ、うん、うん、なんか表現が合ってるか分かんないけど、うん、優しくて温かい描写がすごく得意な方だから、美醜と、でもこれもまたちょっとテイストが違うんでね。そうね、うん、今回は特にオフビートなコメディを目指してたというか、うん、分かりやすくギャグを言うとかじゃなくて、うん、なんかフフってこう外から見ると笑えるみたいな、うん、なんかそういったテンション感のものにしたいなとは思ってたから、うん、あとやっぱ整形を題材にした映画ってやっぱどうしてもこうサスペンスだったとか、うん、ホラーとか、まあ、そういう暗い方向というか、うん、まあ、よりなんだろうな強い感じのものが多い中で、はい、あえてそういうものじゃないことにしたいっていうのがだから今回こういうテイストになったかなっていうのはありますね、うんうん、まあその自分で言うのもなんですけど、いいバランスで作品が作られてるなと思ってて、うん、そう暗くなりがち、その抱え込んでるものを彼女が結構持ってるから、うん、描こうとすれば暗い角度からも描けるとは思うんですけど、なんだろう、ふわっとカジュアルにあえてポップにちょっと描いてるところもあるから、うん、その見やすさも加えられてるし、なんだろう、いろんな人が見て広まりやすいとか自分の中に入っていきやすい作品になってるかなって思います、うん、ちょっと俺からもじゃあ質問、はい、どうぞ。どうして俳優になりたいと思ったんですか？ですね、なんだろう、自分は結構小さい頃からクラシックバレエだったり空手だったり、あと絵を描いたりピアノしたりいろいろ習い事を経験してるんですけど、うん、やっぱり何か物だったり自分の体を使って表現をすることが好きだったんですね。お勉強も結構好きだったんですけど、そっちよりも自由に自分が思ってることだったり、なんか与えられた設定で自分を表現するっていうのがすごく好き で大学に上がって東京に上京してきたんですけど、そこで初めてミニシアターに行ったんですよ、うん、でその時に100円の声、竹正治さんの100円の声がやっててリバイバルで、で安藤サクラさんのお芝居を見た時に、うん、役者のその人間の抱えてるなんだろう葛藤だったり、
鬱屈とした気持ちだったり、綺麗だけではないものを体を使って声を使って自分の全部を使って表現するっていうのがすごい、なんかなんてかっこいいなって思ったんですよ。で今もすごく安藤サクラさん大好きなんですけど、憧れで、なんかそういう役者になりたいなと思ってワークショップだったり受け始めたって感じですかね。なるほど、はい、じゃあ100円の声がまあ映画に関してはきっかけだったっていう。そうですね、役者そのものに憧れたのはそれですね。映画は結構ハリーポッターとか大きい作品は今までもたくさん見てきたけど、東京に上京して本当に昔の映画だったりいろいろ触れる中で、なんか芸術の中でも映画っていうものに憧れた。なるほどって感じです。その思いは今も変わらずに。変わらずですね。うん、私どんどん憧れていってますね。西川さんだったり内田さんだったり、周りの方が面白い作品をたくさん作るから、自分も面白い作品に参加できるように頑張ろうっていつも思ってます。なるほど、はい、いい話いい話いい話そうですか。西川さんはなんで監督になろうと思ったんですか？子供の頃から映画が好きで、本当にも小学校3年生ぐらいの時に映画監督になりたいと思ったんだけど、まあ自然と映画いっぱい見てて、こういうのを作る人ってのはどんな人なんだろうっていうのを調べるようになるじゃん。で調べたら映画監督という職業がどうやらあるらしいっていうのを知って、でその時はこうそのパンフレットとかよく買ってもらってた。でパンフレットって開くとその作ってるその様子とかが見れるから、そういうの見てだん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 やっぱ映画監督ってっていう仕事を理解していくっていうか、あ、映画監督になったらこういう風になれるんだ。で当時はバックトゥザフューチャーとか、まあ、今も好きなんだけど、ああいうの作れるにはどうすればいいんだろうっていう風に思ったら、映画監督になるしかないんだなと思って、もうそこからずっと映画監督になりたいっていう。あ、じゃあすごい、もう幼少期の時から憧れがあったんだ。そう、うん、気持ちの上ではそこからまっすぐここまで来てるかな。いや西川さんって本当まっすぐですよね。なんか年上の方にこういう言い方するのはすごく失礼だと思うんですけど、なんか本当にいい親御さんに育てられたんだろうなって。なんだその言い方。すごいなんかおばあ、恥ずかしいんだ。私がおばあちゃんになるような、なんかすごい優しくて温かいのをいつもなんか与えてくれるんですよね、人に。そう。だから映画を見ても皆さんすごく温かい気持ちになると思います。そろそろまとめますか。あ、そろそろ時間ですか、はい、はい。うん、じゃあこの太陽が、はい、うん、太陽がしょっぱいという映画ですね、私がこう内田さんにお話をして、で西川さんのところにお話が行き、でロンドベルの小見野さんという方にプロデュースとしてついていただいて、ね、でいろんな方を巻き込んで、ここまで形にすることができました。この映画が11月の16日新宿ケイズシネマさんで2週間限定で公開します。で今クラウドファンディングもやってるんですけど、もう本当にいろんな、特に私の個人的な気持ちとしては地方にいる方により見てもらいたいので、これからたくさん広められるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。でいつ終わっちゃうかわからないので、ぜひ皆さん早めに見に来てください。お願いします。ぜひ、はい、お願いします。太陽がしょっぱい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。重松と石川達郎でした。じゃあね。東京ボーダーレス TV